伊賀や、レクリエーションランドは、長野県松本市安住3994番地21にある、レクリエーション施設。松本市が、市民等の余暇の活用と福祉の増進を目的として、設置しているもので、条例上の名称は、松本市伊賀や、レクリエーションランド。現在は、乗り倉ベース伊賀や、レクリエーションランドとして運営されている。 乗り倉岳に望む乗り倉高原は、スキー選手の伊賀谷千春が幼少期を過ごした場所として知られる。その地に、スポーツや食事などが楽しめる観光地として、隣接する乗り倉高原伊賀谷スキー場と共に整備が進められ、1992年に共用が開始された。当時、乗り倉高原には、年間100万人以上もの観光客が訪れており、当施設においても、 約5万人の入れ込みがあった。ところが、スキー客の減少や、マイカー規制により、乗ラ高原の観光客数は半減。伊賀やスキー場が2010年に廃止され、投資施設の観光客数もまた2014年時点で8000人以下にまで落ち込んだ。2001年以降、国や自治体、地域住民が一体となって、観光地再生への道を模索する中、 その起爆剤となり得るものとして、投資説が注目された。決め手となったのは、中部山岳国立公園の外れに位置する市営の施設であることから、開発する上での制約が少ないという点である。老朽化していた施設を一新し、2018年4月に、リりラベース伊賀やレクリエーションランドとして、リニューアルオープンした。ノリりラベースという名称には、 当施設を乗り倉だけの0号目に見立て、活動に際しての基地となるようにとの思いが込められている。本施設はもともと安住村営であったが、2005年に安住村が松本市に編入になるに従い、伊賀やスキー場などとともに松本市営となった。現在は松本市所有の乗り倉観光施設の一つであるが、民間の業者が指定管理者として管理している。 従来は、乗り倉観光株式会社が受託して管理していたが、2012年4月から1年間の、指定管理者は3団体中から審査によって、株式会社のリクラ総合リゾートサービスが受託した。これは、乗り倉観光株式会社が、事業不振に陥り、事業再建の土壌にあるためである。 2018年4月から2021年3月までの3年間は共同体乗り倉時間が指定管理者となっている。松本市ガやレクリエーションランド条例に基づく。松本市ガやレクリエーションランド条例に基づく。ありがとうございます。